はいどうもジュリアスです。アフリカの時間だよということでアフリカやっていきましょう。新たなメールが来てるかな。もう来てる来てる。え何これ、 RC カムを送りますやって。おーなんか来たラジコンカーや。調査プロジェクト本部、プロジェクト本部から新たな機材を提供します。接近撮影用カメラ RC カムです。撮りたい動物の近くで使えばリモート操作で動物に近づいて写真が撮れます。かなりローアングルになるのでナイルワニの撮影などはぴったりでしょうね。マニアンが調査プロジェクト。ワニ撮れんのか、確かに近寄るの危険やもんな。売れっ子写真家さんにワニのお仕事よ。カヤ・アイツナー。ハロー・ジュリアス。靴メーカーから広告写真の依頼が来たわ。靴？クロコダイルの靴？ナイルワニを彼らの目線と同じ高さで撮った写真が欲しいそうよ。問題が一つあって、ナイルワニってどう猛なの。接近しすぎるとあなたが食べられちゃうわ。だから今回のために専用機材を用意してもらいました。調査プロジェクト本部から連絡が来ると思うわ。広告エージェントカヤ・アイズナー。おお、ワニ取りに行こうぜ。いやーこれ楽しみやなワニはまだ見てませんからね。本部から新しい機材届いたわね。今度はこの RC カムを使ってナイルワニ撮影よ。まずナイルワニを探さないと。ヌーを狙ってマンバ川のどこかに潜んでいるかもしれないわね。 RC カムセット OK 手に入れた。買う必要はないってことやな。RC カム入りました、ね、いやまだまだいっぱいあるな。なんかもらえるもの先は長いな。いやー早速ラグジコン使いに行きましょうか。よし、キワンジャ平原にやってきたぞ。ナイルワニを撮影。でもヌーがおるところかな、やっぱり。ちょっと手前のビーチも見ながらヌーを探しましょうか。ヌーじゃねえ、ワニを探さなあかん。このビーチにいるかな。おお、おる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 。でかいなあ。RC カムを置きたい場所に移動して丸ボタンを押してみて。おお、どこから撮影か。上から行こうか。いや、まあ、こっから行こうか。行くぜ、ラジコンか。おおRC カムを操作して、ナイルワニを撮影してね。まあ、このラジコンカーを使うってどうやって操作するの。ああ、RC カムは R ボタンで前進、L2 ボタンでバック。OK、OK、車と一緒ね。RC カムは嫌や動物に何回もぶつかると壊れちゃうわ。はいはい。あ、レベルってそういうことか。もし壊れたらベースキャンプに戻って修理しないといけなくなるから気をつけてね。はいはい。おお。まあ、ちょっと皆さんもね、これ疑問に思うかもしんないんですけど、今やとドローンで近づけようって思うかもしんないんですけど、マックスってこれ充電かな。この当時は、あれなんです、ドローンなんてものがね、まだ軍事用でしか存在しなかったから、どうしてもこうなるんですよね。え？どうやって曲がんねやろ、これ。あ、すげえ曲がんのが遅いんか。いやーでかいなー。ほほほ。なんかどっち向いてんのか全然わからへんけど。うん？すげえ操作難しいぞ。おお、口開けてる。うん？どうやって方向変えんねやこれ。おー、
ちょっと逃げろ逃げろ逃げろ。もう一回口開けてごらんよ、口開けてごらんよ、ワニちゃん。いやちょっと左寄りすぎやな、ちょっと通り過ぎようか、ちょっと通り過ぎようか、怒ってるわ。これマックスっていうのが、あ、電波レベルか、これひょっとして。開けたとこ取りましょうか。怒ってんのか、おこなのか、こういうワーニは、いやこれは怒ってんな、怒ってんな。いやこれ全くどっち向いてるかが分からへん。いやめっちゃせっかく近づいてきてくれたのに、あかんわこれはむずいぞ。鳥がおんのか、鳥、痛い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 、ぶつかってる。操作むず、操作がクソむずいぞ。おお、あれ食べるんじゃん、ひょっとして。あ、これズームとかそういう概念がないんかな。こう、でかい。超ドアップやぞお前怒らんようになってきた。おお、トリガートリガー、いや怖っ。よー、すごいなこれ。食べへんのかな、ビッグゲームじゃないから食べるイベントはないかな。怒られんな。え、見えへんのあった。どこ行った、どこ行った、どこ行った、ワニタン、ワニタンどこ行った。あれ、おお、こっちに移動したんか。電波レベルがやばなってきたな。おお、この目線は良かったんちゃう。ちょっと電波が弱なってきたな。いや、このどっち向いてるかっていうのが全く分からへんな。これ襲ってくる瞬間をちょっと撮るしかないんちゃうか、あとは。ノー。それぐらいアップで。いやー、でもブレるかな。いまいちな。これワニ目線やで。うわー、ちょっと逃した。いやー、でも十分やな、恐竜やなこれ。うわー、逃げろー壊れました。あまり動物を怒らせてはダメよ。 RC カムが壊れちゃったみたいね。一度ベースキャンプに戻ってから再挑戦しましょう。これ撮った写真は有効になるのかな。一応撮っとかな。いや、これでも結構な、結構なとこまで寄れますよ。お、目があったな。追いつかれた、怖いで。あれ、RC カムちゃん、いやー結構面白いな、ラジコンカーで撮影なんて。さあ帰って
てきたけど、写真取り込み。おお、まさか潰れたら潰れたらダメなやつやこれ。あかんな、潰れたらちょっとやり直しっすね。ぶっ壊されたらそういうことか。もう一回か。さてさて、戻ってきたけど、ちょっと日が暮れる前に撮影しなあかんな。ちょっとだいぶ2回目のトライということは、1回本部に戻ったからな。日暮れてもうてるやん。ちゃんと西側から撮影しないと影が映りそうですね、これは。 OK、 いるなあ。やっぱちょっと影できてんな。だいぶ影ができてきてるから、必ず西から撮影っていうのを心がけなあかんな。オーケーオーケーオーケー。ズームもできない。遠すぎるかな。なんか川に帰ろうとしない。電波届かへんようになるよ。おお、もう早くも怒られた。もうちょい向こうに行きたいぞ。よし、こっから回転しよう。怒られる？まだ回転が、遅いな回転。全く自分の中心軸がどこになってんのかが分からんねんな。今回は潰されないように、でもある程度近づかないといけない。おー、でかい、バチクソでかい。おおほー、でかすぎやろ。ははは。いや、これはすごい。でけえ。うわ、逃げろ逃げろ逃げろ。うわ。いや、でもいい前のいいの取れたで。かなりでかかったで。ん？いやいやいや、近い近い近い。君、逆光やねんて。ちょっと、いやー、でかい、チカ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 。逆光ですけど、凛々しいですね。難しい、潰されへん程度に。しかも西から取らなあかんっていうな。ちょっとミッションが残っとるから。電波が悪なってきた。これ以上離れられ、あ、後ろ姿、まあ横から、まあこういうショットも必要やで。まだ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 回転できんな。おお、自分が映っとる。まあでもちょっとこのぐらい行かないとな。次ぐらい当たったらやばそうやからな。回転遅っ。ものすごい回転が遅いで。もうダメやな。そろそろダメや。ラストいける？ラストいける？
もうダメ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 あかんかん、これは逃げなあかん。違う、もっともっと右にしてここを突っ切りたい、突っ切って逃げたい。逃げろ逃げろ逃げろ逃げるんだ。うわー、クフフ。あ、ていうか戻るっていうボタンあるやん。おお、無事 RC カーも回収できたわね。撮影の方もバッチリかしら。あ、任せてくれよ、余裕っすよ。いや、RC カムはこれライオンにも使えそうやな。モンテに入れたで。よし、戻りましょう。ちなみにやけど、向こうにはおらんのかな、ヌーのところには。すげえ声してんな、ヌーの声。おお、集まってきてる集まってきてる。まあ実際は1万頭ぐらいいるらしいですからね。で、集団でこれ川を渡るときにワニにね戦うという感じですよ。よし、戻ってきたぞ。ナイルワニはもう取ったんですよ。取り込み、いや結構ブレてんのありそうやけどな。あー、意外とカメラ綺麗、こんなんとかな。ほうほうほう、でか、これもでかすぎじゃない。鼻が映ってないのはちょっと惜しいよな。おお、こんな顎上げんねんな、顎食いやで。まあこの辺はもう全部遠すぎますね。まあ、全身映っちゃ、この辺も全身映ってるからな。まあ遠いのどんどん消していきましょう。すげえな、こんな、これは近寄って取られへんでっていう感じやな。一応目をつぶらせれば取ることは取れるんですね。まあ動物園のワニはですけど。どの写真にしようか。靴メーカーからやねんな、同じ目線の高さ。完全に目線一緒なんこれやけど。全身写真がいい？靴って感じするかなこれ。こっちの、いやでもな、これはかっこいいっしょ、これにしよう。アングル悪い。おお、テクニックあんまないみたいなこと言う。アングル悪いんか。まあちょっと顔の表面が映ってないっていう感じなんかな。下からのアングルやし、目線高さが合ってないっていうことなんかな。まあでも A ランクですね。完璧よ。でワニも送ると。こんなでっかいの送ったらいいんかな。全身が映ってないけど。アングルエクセレントか。おお、まあ A ランクですね。よかったよかった。ナイルワニ大人。おお、来た、ナイルクロコダイルやね。ナイルワニは凶暴な人食いワニとして知られている。実際その生息地のほとんどが人間の生活圏と接近しているため、人間が襲われるケースは少なくない。ナイルワニは無差別に何でも食べる習性があるので、
川岸で洗濯をしている人はナイルワニにとって野生の動物と同じように美味しそうな獲物に見えるのである。はっきりとした数は不明であるが、年間約200人がナイルワニに襲われて命を落としていると考えられる。アフリカ最大の原始的で獰猛なこのワニは平均体長5メートル、平均体重は225キロ程度だが、まあそうか、体重的にはそんな重くはないねんな、他のに比べたら。カバとかな、牛とかもっとでかかったもんな。大きい個体になると体長最大で6メートルにまでなり、体重は730キロ。あ、これは結構でかいな。サハラ以南のアフリカナイル川流域マダガスカルに分布し、川や淡水の湿地帯、マングローブの沼地などに生息している。主に魚を食べるが、シマウマや小型のカバ、ヤマアラシ、鳥、他のワニなど目の前を横切るものは何でも襲う。怖すぎるやろ。死肉も食べ、一度の食事で自分の体重の半分に相当する量を食べる。え？すげえな。平均だから100キロぐらい食うってことか。この恐ろしいワニには珍しい性質がある。それは親ワニが子ワニの世話をよくすることだ。多くの爬虫類は産卵すると卵をそのままにするのに対して、ナイルワニのメスとオスは孵化するまで巣を熱心に守るのである。また卵を口の中に入れて優しく転がし、殻から子ワニが孵化するのを助けることもある。マジか。狩猟によって1940年から60年代にかけては絶滅の危惧にあったが、地域と国際的な保護団体の活動により、ほとんどの生息地において個体数の回復に成功している。しかし環境汚染や狩猟、生息地の破壊により個体数が減滅している地域もある。減滅なんて言うねんな。はえー、そういえばヌーの写真を送ってないんですけど、まあまあヌーはね、撮る機会があるから次回以降やっていきましょう。ということで今回はここまでで、また次回お会いしましょう。それではまた。